クーラーつけて、ついてんのかな、ちょっとさ、クーラーのやり方がわかんないんですけど、ちょっと待っててね。わかんないんですけど、風が強くなりそうなボタンを押してきました。花火ありがとう、楽しんでます。今日はね、とてもナチュラルで大人っぽい。ほんまに今日はね、前髪もシュッとしない。なんかね、気づいたら夜になっててシュッとできなかった。ジンギスキャン、ジンギスキャンは食べてないです。そう、あのね、クーラーの使い方がよくわかんないんですよ。やば、かわいすぎ。やったー、きょうちゃん今札幌におんねん。君も札幌にいるかい。かわいい、ありがとう。そう、ノーセットだぜ。だからね、めっちゃ前髪が薄いてかね、長すぎて、ノーセットの時に。そうだよ、今日はナチュラル。スープカレーも食べてない。でも海鮮は食べれたな。大阪です。まあ四捨五入したら一緒って感じ。セイコーマートはどこにありますか。花火ありがとう。いや、北海道本気で楽しい気分は最高です。花火ありがとう、ハート100個ありがとう。でもなんか暗いねんな、この部屋。どうにかならんこれ。ていうか明るくないと寂しいんですよね。早く来週のどこかへ来てほしい。何、強化が癒してあげるよ。来週にはキュピ、え、来週ってやばいな、楽しみ。明日起きれなかったらすいません。ジャムです、絶対に起きて。北海道ね、あのね、普通に涼しいです。北海道がというか普通にね、あれな気がする。秋だから、もうね、もう秋だから普通に夜涼しいなみたいな。かっこいい、ありがとう。お魚美味しかった。なんだ、一人なんだ、寂しいよ。3日のエスコア待ってるやん。明日頑張ります。だし巻き卵が美味しかった。え、今日さ見た、みんな、あの窓側座れました。嬉しすぎてマネージャーさんに、あの、これ窓側ですかって何回も確認しました。花火ありがとう。月見てない、ちょっと見てみる。見えなかったです。一番北海道行きたい。北海道最高、待ってるねー。花火ありがとう。またねー。飛行機窓側で本気で楽しかった。でも離陸する瞬間怖すぎて、ゆうねちゃんに抱きついてました、気づいたら。入れ違い？会いたいだよ、会いたいだよ。飛行機は人生2回目でした。めっちゃ楽しかった、離陸の瞬間。だけど着陸するのが早すぎて、なんか離陸は結構長かったけど着陸は結構一瞬で、だからなんかずっと景色見ようと思ってたのに気づいたら地上にいて楽しかった。
婚してるで。そうです、明日のライブもトーク会も待ってます。いやもう飛行機の乗り方わかんなすぎて、今日ね一瞬寝そうになったけど飛行機で、でももったいないから絶対起きとこうと思って、もう目こじ開けて起きてた。花火ありがとう。ゴンチャ集合素晴らしい。キョピカツからのキョピカツ、やっぴー。今日かも昨日ゴンチャ飲んだ。かわいい、ありがとう。幕張行けることになったので買いました。ありがとう、いっぱい喋ろうね。飛行機の窓からずっと見てました。花火ありがとう。だけどね今日は新幹線じゃないわ、飛行機に乗って、そっからもう移動でなんかバスに乗ってて、もう疲れてました。 UFO はねいなかった。今日は多分もっと上にいたらいると思います。でも今日は雲やったから見えなかった、ね、北海道の形も見えんかった。なんか気づいたらついてて、そうね、気づいたらもうあと10分でなんか空港着きますみたいな言われて、えって、気づいたらついてました。今日もかわいい。そうです、ブブカさんの電子版の表紙を自力で飾らせていただいておりますのと、あと中京スポーツでアンズちゃんと一緒に取材を受けさせていただいたので、そちらも見てください。おかえりなさい。さすが。景色ねいっぱい見えたけど今日は曇りでした。なんなら雨も降っててちょっと曇ってた。畜生。4時に起きて、え4時？もう今すぐ寝なさい。空の上も天気悪かったし、あの夕方暗かったです。今日がね夕日ぐらいの時間に乗りたいなって思った。もう帰りはどうでしょうかね。帰りも窓側がいいな。頼む。ワイも北海道楽しんでるかーい。札幌ラーメン食べてないんだまだ。だけど絶対に食べる。あと夜パフェも食べたいな。夜パフェってでも何時までやってる？夜パフェって何時までやってんの？おやすみなさい。今日がもうライブ楽しみ。花火ありがとう。北海道来ましたよ。でもなんか札幌の街並みを全然知らんから、札幌を全然知らないからね、まだね札幌を味わえてないというか実感できてないって感じ。ほんまに今札幌にいるのかあまりわからない。今日か飲み物ねもらえなかった。ちょうどその時寝てて。キットカットはもらえました。雲いました。あの帰り道じゃない、あの夜になって夜景がめっちゃ綺麗で撮りたかったけど、ちょうど羽の部分で見えなかった。きょうちゃん見ないと寝れん寝れん。じゃあきょうちゃん見れたから寝れるね。よかったよかった。明日サイリウム嬉しい見つけるね。あんずちゃん写真集の聖地、え楽しそう、いいな。そう羽の部分やって、やったーと思って、窓際来たこれと思ったけど
羽の部分全然下の景色が見えなかった。だけどね、空は綺麗でした。時計台見れた。テレビ塔とかあんの？そんなところ行ってないわ。初めての北海道です。だけどまだ北海道を感じていない。明日もし移動の時とか見れたら外を見たいなって思います。今日はね、夜だったから何も見えなかったんだ。花火ありがとう、花火ありがとう。そう、地球はね丸かった。てか飛行機の時間まで外なんか見れる場所みたいな、離陸見れる場所みたいなあったから、滑走路見れる場所みたいなあったから見に行ってて、そしたらなんか1分ぐらいしか経ってないのに、こう離陸した瞬間にこうピューンで方向転換してくるって言ってて、マジですごかった。いや、飛行機ってすごいなって思いました。楽しかった、めっちゃ。てかウニ食べたんやけど、今日かウニ今日かそんなに食べたことなくて、1回ぐらいしか食べたことなかったんけど、それはなんかよくわからん適当なところで適当に食べたウニだったんですけど、なんかそんなに好きではないなって思ってずっと食べてなかったんな。だけどまあ今日あったから食べてみたら、マジで美味しくて甘くて好きになっちゃったウニ。もうね、今までのウニの常識を覆されました。もう飛行機でも怖かった、もう離陸の瞬間が耐えれない、怖かった。京香ちゃん今北海道感じてるんかなって思っといて、多分ね感じれてると思う。ほんまにウニが違いすぎて感動した。美味しいウニってこんなに美味しいんやと思った。全然違うかった。待って、いくら食べれてないわ、やり直しや。そう、新曲にかけちゃって意識高いでしょう。今日かあんまり耳キーンってならんかった、あんまりならなかったです。結構ねなるんやろうなって思ってたけど、ならないタイプでした。ひょうちゃんは海鮮丼食べたいな。海鮮とタピオカしかお腹に入れませんよ。素晴らしい、タピオカはそれでもちゃんとお腹に入れてくれるのは素晴らしいね。今日はね早く寝たいと思います。まだまだ北海道の地を堪能したかったけど、明日のために今日は早く寝ます。確認事をして早く寝ます。あんずちゃんに電話かけたい。朝食、そう、お土産さ買いたいねんけど、ゆっくり買う時間あるかな。花火ありがとう。評価は元気っ子やからあんまり体調崩さない。激川キョピタンだよ。今日は一日後ろの髪の毛もね何もノンセットにいました。そう、北海道らしい写真を撮りたかったけど無理でした。
なんかね、真っ暗で、時計台の前も真っ暗で、なんか怖かったからやめました。なんかね、そう、札幌きょうちゃんをね、なんかね、乗せたい、なんか撮りたかったけどね、無理だった。なんか札幌って感じの場所ないかな。なんか札幌の写真撮りたいねんけど。確かに明日から新学期だ、ワクワクですね。先週の手綱以来キャッピー気になってます。本当に先週の手綱キャッピー可愛かった。また会いに来てね。花火ありがとう。明日みんなお昼公演とか来れるの？花火ありがとう。でもさ、帰りどんな感じなんやろ。金魚ありがとう。花火ありがとう。花火ありがとう。花火ありがとう。教官ね、花火ありがとう。京香さんね、何言おうとしたか忘れちゃった。花火ありがとう。金魚さんありがとう。あ、そう、 YouTube 段やからお土産買う時間1時間ぐらいないと無理なんですよ。だけどそんな時間絶対ないと思う。もうどうしよう。しかも一人やったらどうしよう。普通に一人で悩めへんて。レインボースター花火ありがとう。セイコーマート行ってみたい。何があんの？その流れでエースも楽しもうね。花火ありがとう。さすがにね、お腹いっぱいになった。でもね、マジでね、ご飯が美味しかった。あのね、だし巻き卵がめっちゃ甘くて、きょうちゃんの好きな味でした。グッド。空港で良さげなの、何の話してた？お土産？でもお金も、迷ったら全部買えばいいか、とりあえず。なんかね、ママがお土産買ってきてって言ってたから買ってあげる。3日のトレード狙ってるならね、もう迷わず名古屋行きゲット。絶対来てな。来てくれたら嬉しい。なんで札幌にいるのって札幌でオンライントーク会してたのか。いいなぁ、今日かもオンライントーク会参加したい。おやすみなさい。トウモロコシ見てないです。3時半起きでおる。絶対眠たくなるから ちゃんと寝るんだよ。もうお土産買いに行きたい。明日買おうかな、明後日買おうかな。明後日でも時間なかったら怖いんだよな。私もお土産よろしくね、任せろり。何が欲しいんだい。そう、チーカーは絶対に買う。トウモロコシ美味しいんや。食べたいな。言ったかな、任せろり。なんかいいアングルないですか？
困ったんだけど低いんだが、低いよ。なんでこんな下から目線なんの。座ればいいかな、これ。これは高すぎる。タコじゃない、これなんだっけ。花火ありがとう、花火ありがとう。私服です。ね、なんかさ、今日からの配信って服見えなくない？常に常に服見えてなくない？ちょっと待ってな、どうしたらいいかな。どうしたらさ映ると思う、これ。怖ったな。あ、こんにちは。これはこれ、大人っぽい。今日が全然、今日何もしてないのに。でも倒れたらやだな。マジでさ、結局服見えない。めっか、地べた系 YouTuber でーす。花火と金魚ありがとう。地べた系ショールーマーです。これさ、あれだよね、トーク会できたやつ。だいぶ前、最近の。かわいい、ありがとう。北海道めちゃめちゃ暑かった。この服着て写真撮ってないですよ、今日は。自撮りでもしようかな、後で。花火ありがとう。そう、セットアップのやつだけど、今日は上だけです。下は全然関係ないの着てます。花火ありがとう。今日はゆずさんに会えて嬉しかったんです。お菓子買えばよかった。お菓子買えばよかった。てかさ、暑いねんけど、クーラーどない、これ。使い方分からへん。花火ありがとう。さっきもお腹いっぱいやったからさ、何も買わずに帰ってきちゃった。お菓子買えばよかった。でもさ、美味しいご飯食べた後お菓子食べたくないの、わかる？美味しいご飯食べた後コンビニのご飯食べたくないの、わかる？なんか、あの、かき消したくない、上書きしたくない。じゃ、あの、クーラーあるねんけど使い方がわからへんねん。なんか違う、いつも全然違う、わからない。だから私には無理です。できてんのか、今ついてるのかどうかもわからない。いや、マジでね、聞いていいレベルにね、わからないよ。また可愛い子なってるね。可愛いでちか。
ジンギスカンは食べてない。いやね、あの北海道シンプルにね、めちゃめちゃ暑いです。長袖いらなかった。じゃクーラー多分ねついてるねんけど効かない。今飛行機取れました。間に合う？間に合う？可愛い姫に会いに来るんだよ、ちゃんと。眠いけど、きょうちゃん可愛くて寝れない。じゃあ寝ない。じゃあ寝ないに一票。セイコーマート行ってなーい。花火ありがとう。たまやーありがとう。そう、前ね幕張で着てた私服ダーリッチのやつで、ちゅうかわいいでしょこれ、お気に入り。飛行機から北海道の形見逃しちゃった。あの見ようと思ってたけど振り V 見てて、しかもなんかうとうとしてて、みんな気づいたらなんかもうあと10分で着きますって言われて見れへんかった。結婚してええでー。でもなんか明るい時間の時にめっちゃね、雲空が綺麗だった。色が めっちゃ青くて雲の形も綺麗で、 CA さん可愛かった。めっちゃだけどなんか今日飛行機の乗り方全然知らないせいでいろいろ教えてもらいました。なんかね、着陸と離陸の時はテーブル開けちゃダメらしい。あと椅子も倒したらダメで、カバンも椅子の下に入れるらしい。今日も何も知らなかったから全部教えてもらいました。幕張で見た。そうだよ、幕張で着てたものだよ。起きれないからオールして、ほんまに飛行機早いの乗るってこと？じゃあ飛行機ちゃんと寝るんですよ、飛行機で。建築物もねあんまり見れてないです。飲み物も飲みたかったけど、多分なんか今からあげますみたいなアナウンス聞いて、やった、リンゴジュースもらおうと思って、コーヒーかリンゴジュースって言われて、リンゴジュースもらおうと思ってたのに多分寝ちゃったから、気づいたらなんかもう終わっててさってなってたけど、今日はねホワイトモカ飲んでたから大丈夫でした。アイスのホワイトモカをめっちゃ久しぶりに飲んだ。あのね、ていうか去年の冬ホワイトモカを引くほど飲んでたんですよ。ずっとずっとずっと飲んでて、で今日ね久々にアイスのホワイトモカっていう存在を忘れてて思い出して飲みました。え、そう、芋いっぱい出てる。芋ね、うん、好き普通に美味しそうだなって思ってた。てか今日お鍋みたいな食べてんけど、マジでね冬を感じてめっちゃ嬉しくなった。今日がこんなに夏が好きなのに、夏が好きなのに冬を感じて嬉しくなった。
何が好きなんでしょうね、結局。画角が安定しない。そうなの。彼女目線です。7時半もうすぐやん。睡魔との戦い。でもさ、7時半に発やろ。じゃあ全然寝れるくない？全然寝れるよ。おるなんてせずにちゃんと寝るんやで。何鍋か忘れたけど、なんか北海道、なんか調べたら北海道のものだったらしいです。めっちゃ美味しかった。もう全部美味しかった。花火ありがとうそう、きょうちゃん全部の季節好き。それはね、間違いない。春はあの言語道断、文語無用で春は好きです。それそれ、石狩鍋食べました。めっちゃ美味しかった。あれ問答無用、言語道断みたいな、問答無用荷造りは何もしてない。じゃあ寝られへんやん。なんでなの。問答無用で春は好きで、夏はシンプルに好き。今日夏は好きなんですよ。暑いの嫌いだけど。で秋は普通に、それも問答無用で好き。冬はクリスマスがあるから好き。だからね、今日は四季全部好きなんですよ。でそう、石狩鍋初めて食べた、美味しかった。めっちゃね、あの初めにあのスープを飲んだんですよ、鍋の。美味しすぎた。てかね、スープ、あれ夏、冬を感じて嬉しくなった。てか夜絶対お腹空くと思うねんけど、お菓子買えばよかった。やるかした。コンビニ行きたい。一人で行きたくない。石狩鍋食べたことありますか？鮭が入ってました。なんかね、味がめっちゃ美味しかった。チケットと充電器とコンタクトあれば。確かに何でも揃うよ、こっちで。もう手ぶらで行っちゃいないくらは食べれてない。明日は絶対にラーメンと夜パフェを食べる。もうね、札幌最高です。楽しい。きょうちゃんも好きだよ。でも明日はツアーもあります。やっぱさ、ツアーライブでさ、こうやっていろんな土地に行けるのめっちゃいいよな。味噌ラーメンラーメンの底の伸ばし棒へにゃへにゃではめっちゃおもろい。味噌ラーメン。今日が味噌ラーメン、あんま外で食べたことないから食べたいなって思ってまーちょ。好きです。てかゆるパフェ有名なん知ってた？北海道だが、札幌が。白い恋人食べてない。今日かゆるパフェが有名なの今日知ってんけど、みんな知ってた？北海道がゆるパフェ有名なの。でももうこんな時間やし、さっさと寝よう。今日はマジで早く寝ます。やっぱり眠たいの嫌やからね。チュ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 。今日はお風呂に早く先に入って、お腹空いてきた。何か飲むか。一生食べれる。もうお土産買ってんの？やっぱお土産先買った方がいい感じ。もうどうしよう、帰りお土産買う時間なかったらどうしようしか考えられへん。こうあの空港に着く時間が結構ギリギリで、もう時間ないですよそんなって言われたらどうしよう。お願い。
そんなことしないよな絶対。聞いた方がいいかなこれ。いや明日もあるからまだ大丈夫。もう買ってんの？早っ。どこに行ったら売ってるかもわからない。タイお土産購入しました。早っ。え絶対お土産買いたいねんけどいっぱい。でも大丈夫、明日買う時間があるはず。空港ってえ今どこ、うん、空港って遠くない？でもお土産ってどんなものが嬉しいんやろみんな。札幌駅ってどこにある？もうね自分が今どこにいるか何をしてるか何もわからない。おはー。飛行機余裕やと思ってた。全然あれじゃなくて。えそうなん？もう夏休み終わりやのに。明日から学校じゃないみんな。いやもう始まってる人もいる。なんなら、え、そう、木彫りの熊さん欲しいですね。飛行機駆け込みで撮った。おお、じゃあちゃんと来れるね。よかったよかった。そう、北海道のこと全然分かってないから、私地図も見てないからね、今自分がどこにいるか分かってないんですよね。明日レスください。任せろ。木彫りの熊っておっきいの？買わんけど。え、ジュースあるか。今日ね飛行機に乗るのが不安でお腹空いたらどうしようと思ってお菓子買ってんけど一個も食べなかった。だから結局きょうちゃんはお菓子あんま食べないんですよね。明日早いから早ね。もう今すぐに寝なさい。わかったか。ゆうちゃんも今日は早く寝る。もうね2時には寝たいって思ってる本気で。電車のホームで寝ろ。もう寝ちゃえ。ちなみにガチで飲むちょっとだけ仮眠するとかは？いや眠たくない。でもオールってしんどいで。オールは辛いよ。ちゃんと寝るんやで。最後まで付き合うよ言うてね。あと6分ぐらい。
2時早いんバグやん間違いない、いや間違いないな今日は早めに寝る、2時ぐらいに、だいぶ遅いなもうすでに。いや2時に寝れたらいいんですよ。もうそんなそれぐらいね、キョッピーは毎日もう大変な中生きてるんですよ最近いやだってもう12時やもんすでに。だから2時には寝たい、2時に寝れたらもう十分満足。人生かけて仮眠取ります。絶対起きてな、絶対に。2時は早いとさらって言うけど、ちゃんすごく頑張ってるのが伝わる、伝わった。ほんまにね、毎日ギリギリでです。でも今日は大丈夫、ほんまに早く寝るそう、大変な中生きてて偉い、今日も生きてて偉い。マジでね、今日は時間を無駄にしないように、もうお風呂も20分ぐらいで終わらせますなんか今日がすっぴんじゃない時はすっぴんって聞かれへんのに、あ、じゃあすっぴんの時はすっぴんって聞かれへんのに、すっぴんじゃない時はすっぴんって聞かれる。え、伝わる？ちなみに今日はすっぴんじゃないよ。2時は覚悟の上だということで感謝です。いえいえ、ね、ここ寝巻きあるかな、あるかそりゃ。新潟から終電駆け込み、え、新潟にいるん？新潟、え、でも近いやん北海道。え、今日ね、あの足ディらしいと思ってきた、今日貼ろうと思って。しかもシャンプーも、買った、持ち運び用のやつ。ほらすみません、全然謝らなくていいんだよ。新潟にいた、怪しい、これは新潟怪しい、何してたんかな。うん、そう今日はね高いパック持ってきたからやります。もうねパッキングが楽しくて楽しくて楽しかった。花火ありがとう。え、新潟って上の方でやろ？北海道暑いで、めっちゃ全然変わらん。え、新潟から北海道、博多名古屋くらいの距離。え、ななえ、え、パニック、え、え、え、新潟ってめっちゃ上の方にあるやろ、あの北北陸。距離感安定にバグってて好き。え、絶対近いって。待って、言わして、あのマジでこれだけは言わして、名古屋から北海道のこと比べると新潟から北海道の方が近くないっていう、そういうこと、それが言いたかったんよ。ほら確かに名古屋よりかは近い、そうそうそう、そういうこと、そういうこと、それが言いたかったんや。わかったか。ね。なんか汚いゴミついた。スキップでつく。え？え？え？あ、待って待って。あのちょっと待って。あ、読みますから。13位女の子、12位ほ、あの星、あ、じゃない月、11位なんかあの猿、10位。え、待って待って待って、ちょっとよくわかんないやつ。19位ウサギちゃん、8位ウサギちゃん、
あと、その次、猫ちゃん、6位は、いちごじゃなくて、これ何やるの？待って、ひよこひよこ。待って、5位は、ツインテール、4位は、キョッピー、3位は、キョッピー、2位は、社交ダンス、1位は、かわいいクマ。オッケー。アップねー。じゃあ、明日は、あれです、ゼップツアー、ついに、ファイナル。楽しんでいきましょう。今日も、お疲れ様でした。明日北海道に来られる方は本当に気をつけて、右見て左見て気をつけて来るんですよ。いっぱいお土産買って楽しんでいこうね。最後なので楽しんでいきましょう。最高の夏の締めくくりにしましょう。今日はお休みメール送れなくてごめんなさい。じゃあおやすみ、バイバイ。